はい、今回のガチンコマッチクラブはね、多分ね一番難しいと言われているこの横腹のね筋肉をどうやって落とすのかと、筋肉じゃない横腹の贅肉をねどうやって落とすのかってことですけども、まあ魔法の方法はないということですよ。やっぱり食事制限をしながら筋トレをすると。で、筋トレの中でも体のね大きな筋肉を鍛えることによって燃焼効果を鍛えると。で、おそらくなんですけども一番最後に調整される筋肉がこの横腹なんでしょうね。まあ、ですので少なくとも横腹にお肉がつかないように、まあ、食事制限と基礎代謝についてやっぱ気を配っていくってことと、筋トレでですねなるべく大きな筋肉、まあ、足とか背中とか胸みたいな大きな筋肉を鍛えることによって燃焼効果を高めていくって、やっぱりねオーソドックスにそれしかないのかなというところですね。まあ、本当にねこうすればあっという間にグッと減りますよっていうのがあればいいんですけども、ちょっとね筋トレに関しましてはダイエットに関しましては日々の積み重ねということでございました。しょうがないですね。それでは動画の説明欄から細かい説明をねミスター M さんがしてくださいますので、そちらの方でねこの横腹の筋肉を贅肉を落とす方法を聞いてみてください。